こんにちは。こんにちは。なんだろうな、暇なんだよね。仕事ないっす、最近。いいこと思いついた。どうですか？宝くじ買ってきて。宝くじですか？うん。あんな当たらないっすよ、絶対。いや、でも、はい。あ、確率は低いと思うんだけど、はい。実際いるわけじゃん、当たってる人は。まあ、いるでしょうね、何人も。あ、そうだそうだ、宝くじ。ちょっとね、ドッキリでもしてやろうかなと思って、ハミンさんの前で当選番号の数字を見上げるときに、ハミンさんの買った数字があたかも一等かのような感じでちょっと読み上げてドッキリしていきたいと思います。ロト6の一応券は、買ってきました。こんな感じで一応200円を5通り1000円分結果発表を待ちたいと思います。ハミンさん、ちょっとこの前言ってた、ロト6。え？ 3 日経ってるよ、もう。今ここにあるので、うん、これを一応、ハミーさんに渡しておくので、うん、まあ選んだその数字が当たってるかどうかっていう、発表を今からしていきます。僕、宝くじ買うの初めてだからさ、ちょっとワクワクしてるんだよね。まず、29。5通りのうち29が入ってるのが1個だけだね。え ?20? あるよ。え、続きまして3つ目。はい。38。あるあるある。え?3等。え、じゃあ1000円じゃないですか、もう。1000円でもまあまあトントンか。じゃあ続きまして4つ目。はい。ちなみに次当たれば4000円。いきます。3。あるよ。え、すごい。マジで。次当たれば、5個1の、まあ、14万。いきます。続きましての発表です。36。え？え？あ、ないんすか？ある。え？あと1個で1等っすよ。あったよ。結果発表いきます。27。え？ハミーさん。いや。あるっすよ。あるんだよ。え、ちょっと完全に。ちょっと待って、ちょっと待って。6つとも1っすよ。え、もう一回確認して、ちゃんと見て。合ってますよ。え？マジで？え？え？動画的に問題かもしれないけど、リアクションできない。5000円とかだと嬉しかったけど、2億だとちょっと。嘘ですけどね。ハミーさん、待ってください、ちょっと。ドッキリはいいんだ。はい。けど、僕はお前は許せないんだ。